ルンドベックは、うつ病やアルツハイマー病など精神神経疾患に関する医薬品の研究開発、販売を行う製薬企業。デンマークコペンハーゲンに本拠を置き、世界50カ国以上に拠点を持つ。日本法人は、ルンドベックジャパン株式会社、ナスダックコペンハーゲン上場企業。1915年8月14日、ハンスルンドベックにより、 障子会社として設立された。当初のルンドベックは、機器、歌詞、写真紙など多様な製品を取り扱っていたが、1920年代半ばから薬剤の取り扱いを始め、1930年代に医薬品の製造を開始、1937年に、総称治療薬エピキュトンを自社開発、1939年に、 コッペンハーゲン市内の現在の場所に本社を移転し、研究所を設立。第二次世界大戦後には、神経科学の研究体制が強化された。1954年に創設者夫人のグレーテ・ルンドベックが、ルンドベック財団を設立。1959年に抗精神病薬、トラックスルを発売し、同製品は1960年代から1970年代に、 かけて、ルンドベックの看板製品となった。この時期に、事業のグローバル化が進み、ニューヨークやパリに拠点を、開設、1970年代末に、医薬品の開発と販売に事業を集中させ、さらに1980年代末には、中枢神経系の疾患関係に事業が特化された。1 9九十年代は、うつ病治療薬シプラムルの成功により、 事業が伸び、1999年6月に、コッペンハーゲン証券取引所に、上場、2003年に、G- タンパク質協約需要体に関する研究基盤を、持つアメリカが支収国のシナプテック・ファーマシューティーカル・インクを買収し、アメリカにおけるルンドベックの研究拠点を確立。続いて2009年3月、アメリカ・シカゴに拠点を置く。 オベーションファーマスウーティカルズ・インクを買収し、古会社化、最大の市場である、アメリカ事業の基盤を確立させ、同年10月に、フランスの製薬会社のエレイアファム SA を買収し、2014年5月、アメリカのチェルシー・セラピューティックスを買収。今日、ルンドベックの収益の過半数は、米国市場が占めている。なお、ルンドベックの株式のうち、公開株式は3割であり、 残り7割はルンドベック財団が保有している。日本でのルンドベックの事業は1969年東京に開設された日本事務所に始まる。2001年5月に日本法人ルンドベックジャパン株式会社が設立され、2002年5月にエスシタロプラムの開発、販売について持田製薬と提携を締結、2007年9月に武田薬品工業と 米国、日本における気分障害、不安障害治療薬の共同事業化契約を締結した。2011年11月、大塚製薬と中枢神経疾患を対象とする長期的なアライアンス契約を締結した。日本では提携業務を基本戦略として事業が行われてきたが、2011年8月に、 持田製薬ら2社がレクサプロ上の販売承認を取得し、日本市場におけるルンドベック開発製品の初のリリースとなった。東京にオフィスを持つ。ありがとうございます。